フランツギュルトナーは、ドイツの軍人、放送、政治家。バイマール共和国、ナチスドイツ期にかけて、放送の大臣職を歴任し、ヒトラー内閣で放送を務めた。陸軍での最終階級は退位。1881年8月26日、ドイツ帝国両方バイエルン王国のレーゲンスブルクに、帰還者義士フランツギュルトナーとその妻、 マリアの息子として生まれた。レーゲンスブルクの学校を出た後、ミュンヘン大学に入学して、法学を学んだ。1908年に、バイエルン司法国家試験に合格し、ミュンヘンで検察官として働くとともに、バイエルン王国司法省の人事部に勤務した。第一次世界大戦が開戦すると、西部戦線へ出征した後、パレスチナで戦った。 対戦中に大位まで昇進し、また一級鉄十字章と二級鉄十字章を受賞した。戦後は、放送会に戻り、1920年には、ミュンヘンの裁判所の裁判官となる。1922年11月8日に、バイエルン州司法省に就任した。保守政党ドイツ国家人民党の党員である、ギュルトナーは、右翼犯罪者には大変同情的であった。 ヒトラーはじめミュンヘン一揆で罪に問われた国家社会主義ドイツ労働者党の党員たちにも寛大な判決を下されるよう手回しした。また、ランツベルク刑務所に収監されたヒトラーが早期釈放されるようにし、釈放後、直ちにナチ党が合法化できるよう取り計らっている。1932年にはドイツ国首相フランツ・フォンパーペンから ドイツ国司法省に指名された。続く、クルトフォンシュライヒャー内閣でも留任した。1933年1月30日に、ナチ党党首アドルフ・ヒトラーが首相に就任した後にも、彼の下で法省に留任した。ドイツ裁判官協会を国家社会主義法律家協会に合流させるなど、司法のナチ化を進めた。 一方で司法の独立を守ろうとすることもあり、また強制収容所での囚人の拷問やゲシュタポの無法な捜査には嫌悪感を示すこともあった。しかし1935年時点で、すでに法相ギルトナーも内相ビルヘルムフリックも親衛隊に対して口を差し挟むことはできなくなっており、何らの歯止め役にもならなかった。 1937年1月30日には、ヒトナーより、ナチストーイン名誉金賞を授与され、同時に、ナチ党に入党している。1939年から開始された T4 作戦に関しては、ギュルトナーをはじめとする司法省関係者は全く知らされておらず、これが発覚したのは1940年7月のギュルトナー宛て当初によってであった。 ギルトナーは法に基づかない安楽死には反対し作戦の中止か法制化かを求めていたがヒトラーの意思が法制化によらない安楽死であることを知ると方言であるヒトラーの意思に従い T4 作戦への介入を禁じた1941年1月29日にベルリンで死去した ABCD リモハット ABCD ビストリヒ44ページ ABCD ビストリヒ、45ページ、佐野誠1998、P21、佐野誠1998、P21 から22、ビストリヒ、46ページ、ありがとうございます。